さあ、じゃあね、脱いでいきます。はい、おはようございます。キンキンイズビーアンビシャス、カチコチをキンキンを抱けの AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、体調管理シリーズ、これ今やってまして3日連続でやってるね、最終日これをね、やっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ、今日もね、リュウさんなんですけども、キンキンイズビーアンビシャス、キンキンよカチコチを抱け、かっこいいな。座右の銘のやつですね、これね。そんなリュウさんがですね、まあ、最近ネタ切れ瞑想中って言ってますけども、でもそれも踏まえてね、最高ですね、本当に。リュウさんおもろいっす、マジで。毎日ありがとうございます。さあ、いつもね、僕の動画をね、見てくれてる方知ってると思うんですけど、僕はですね、キンキンに凍ったジョッキと、キンキンに凍ってます、テンション上がります。このジョッキンですね、もう基本毎日ですね、まあ、お酒、まあ、ビールを中心かな、あとね、ジュースやたらめったらね、入れてこうガブ飲みぶっ決めるスタイルになってしまってて、気づいたらもうそんな動画をね、日々こう上げ続ける生活を送ってます。で、そこに対してですね、リクエストコメント紹介、サトシさんなんですけども、お疲れ様ですと。アルコールやエナジー系のぶっ決めシリーズやって、どこか節目というかね、半年とか1年とか体の変化や健康診断受けてみてほしいっていう風に言われてまして、それを受けまして、まあなるほどですねって、まあ僕自身もね、すっごい今気にしてるっていうかね、気になってるんですよね。まさかね、こんなにね、ジュースを飲むようになると思ってなかったんですよ。で、今年齢がね、44歳なんですけども、で、会社でね、毎年やっぱ健康診断受けてますんで、まあ、その結果と合わせて毎年一回ね、公開身体測定みたいなね、動画をね、作ろうかなって気持ちに僕もね、なりました。で、2日前ですね、健康診断結果をね、動画にしてね、お伝えしております。そこでね、ちょっとね、引っかかっちゃいまして、再検査になりまして、もうね、内容がね、重かったんですけども、昨日の動画ですね、ここで再検査の結果報告もしております。で、今日はね、3日目ですね。今日ね、服脱ぎますんで、体の状態ね、記録に残していこうと思ってます。ちょっとね、前置き長くなっちゃうんですけども、これですね、まあ、毎年1回やっていくんですけど、そのね、理由をですね、一応説明しておきます。まあ、まずはサトシさん同様ですね、僕もすごい気になってるし、サトシさんと僕以外にもね、気になってる方いらっしゃるんじゃないかなと思ってて、気になるんですよね、どういう風に変化していくんだろうってね。そこに対してですね、やっぱこう記録を残さないと変化がね、見えないんですよね。まあ、そこを目で見てね、確認していけるようにしていこうかなと思ってます。まあ、あとは今後もね、僕が出していく動画とのね、リンクっていうか関連性っていうか、毎回ですね、僕美味しく飲めるようにコンディションを作ってます。結構しっかりね、運動してるんですけど、まあ、それをね、言う言葉にですね、説得力もね、増してくるかなと思ってるんで、まあ、しっかり運動もやってコンディションを作って、よりこうね、飲むものが美味しく見えるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。最後3つ目はですね、アンチエイジングですね。これ結構ね、僕のまあ人生のテーマなんですけど、自分のためでもあるし、動画を見てくれてる方のためにもなるかなと思ってまして、まあ、僕の知識とかね、情報の中では唯一年齢に逆らえるもの、これがですね、筋トレかなと思ってるんですよ。これもう何歳から、60歳、70歳から始めても筋肉はついていくっていうのがあって、これに対してもですね、僕のまあ理想と現実ですね、まあ、うまくいくのかね、失敗するか分かんないんですけども、まあ、その辺がね、見て取れるように動画残していこうかなと思ってます。さあ、じゃあちょっとね、場所変えてね、撮っていきましょう。さあ、ここね、リビングなんですけど、大きなね、鏡がありまして、で、カメラをで撮ってみます。今日は普通にね、白い T シャツにジーンズですね。 T シャツ姿はこんな感じです。さあ、じゃあね、脱いでいきます。自分ではよくわかんないんですけどね。背中はこんな感じですね。おおりゃなんか多分あるんですよ、ポーズが。全くわかんないんで、うまく撮れたんかな。はい、お疲れ様でした。このね、健康管理シリーズですね、今日まで3日連続やってきましたけども、これね、年に1回やっていこうと思ってます。健康診断結果と合わせて体の記録をね、残していきます。これはね、やっぱね、自分へのプレッシャーになりますね。日々の生活に張りが出るっていうか、どうしようかな、ちょっとね、サボろうかなって思ってる時、そんな自分もいるんですよ。そういう時にね、やっぱね、背中を自分で押せるような感じがするんで、まあ、YouTube とね、同じですね、毎日コツコツね、頑張っていきます。
あとは常日頃ですね、こんな感じで筋トレランニングしてコンディション作って、喉乾いた状態作ってね、ガブ飲みぶっ決めてるんで、まあ、そんなね舞台裏もね想像しながら見てもらったらね、よりこう美味しそうにね見えるんじゃないかなと思ってるんで、これからもねしっかりコンディション作ってねぶっ決めていきますんでね、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。また1年後。